びっくり。ちょっとマスター、それはダメですよ。いや、とんでもないですよ。こんな美人奥さんがいらっしゃる。ちょっと、なんか。あれだな。緊張しちゃうな、逆に。お酒結構お好きなんですか？それはいいや。いいね、なんかご夫婦で。ご結婚されて何年なんですか？正式なのが？は？いつ？今月？まだ入れてないんですか？やだ、ちょっと。うっそ。知り合ってからそんななのに、その同棲しては8年なんでしょ？その間は。そういうことか。いろいろ人生ありますから。それはこれだけ、ね、綺麗だったらいろいろあるでしょう。羨ましいな。どんくらい離れてですか？年の差カップですよね。だってマスター定年されたんじゃん。60ってことでしょ？だって60前後ってことでしょ、要は定年ってことは。そういうことでしょ。めっちゃ離れてるじゃないですか。じゃあちょっとそれやめですよ。あ、すいません。じゃあこれ、はい、お好みで。あ、いいですか、投資で。これはマスターの力作です。マスターが作ってる。マヤさん、マヤさんじゃないんですよ。マヤさんは作らないんだ。マヤさんは見てるだろ。マヤさん好きなんですよ。マヤさん、うまいよ。もう、それはじっくり煮込んだから。ちょっと穴掘ってた。食べる前に取ればよかった。すごい、これ何？お漬物の盛り合わせ？うそ。いや、マスターの漬物の元で漬けた。漬物の元で漬けた。あ、なるほど。でも家でお店でやったんだ。仕事？仕事なんて窓際族ですよ。窓際族だもん。もうサブることしか考えてない。いかに休みを理由つけて取るかです。いいな、やっぱここは落ち着くわ。ありがとうございます。嫌味がない。顔に顔に本当とっつきにくい人ととっつきやすい人。やっぱそう。客商売してるとそういうのやっぱ分かるんだ。本当。あるんだね。お友達薄くね。そう、親友らしいのはまあ本当一人とかですけど。そうそうそう、あとはもう本当薄く。
そう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 。ごめんなさい、申し訳ない。何これ、マグロ？うん、マグロ。やだ、嘘。申し訳ない、こんなすいません。ちょ、いいマグロじゃないですか。これ、はい、これ、いいんじゃないですか。だって、ほら、だって、見る限りすげえいいマグロだけど。見て、あ、これがいいかなっていうの。うん、なるほど、なるほど。目利きが大事。目利きが大事。と、まあほら、奥さんに対する目利きもね、最後だったり。あ、そうでしょう。私ね、今年45になります。いや、ほんとね、さっき出るよね。うん、そうそうそう、一番美味しいって言われると困っちゃうな。じゃあランキングさ、何系かによりますよね。じゃあ、洋食。洋食はでもほら、やっぱ何やかんよ、何やかんよ。この前行ったあそこにランチオムライスやってて、うんうん、あのちゃんと本当のサフラン使ったサフランライスで中が、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。